どうもマスケです。今回はコストコ購入品の6月1週目2週目後編ということで、前回リピート商品とクーポン商品まとめて紹介したんですけど、今回は残りの商品、初めて買ったもの、あと新商品ですね、そちらの方を紹介していきます。ですでにね個別で動画の方作ってるものありますので、気になるものがあれば概要欄の方にリンク貼ってますので、そちらの方から詳細のレビュー動画チェックしてください。それでは8点目の商品からどうぞ。続いて8点目の商品、こちらアース製薬のおうちの草ころり6リットルです。ホームセンターとかでも売ってる除草剤ですね。庭の草が無限に生えてきて困ってたので6リットル入ってますけど、このサイズを今回買ってみました。薄めたりする必要がなく、もうキャップ外してじょうろで、お水やる感じで巻いていくだけなんですけど、何種類かこういう除草剤使ったことあるんですけど、匂いに関しては一番優しかったですね。きついのはね、ほんともう耐えられないぐらい変な匂いするんで、嫌な匂いがしないって書いてあるけど、そこそこします。最速5分で枯れるということで、撒いた後しばらく観察してたんですけど、ちっちゃめの草なんかはもうね茶色く黄色く変色してました。6リットル入ってて使用面積が30から120平米で書いてあるんですけど、今回庭半分に撒いた時点で中身ね多分もう半分ぐらいなんですよね。なのでうちの庭でいうと一面1回撒いたら使い切るような感じになりそうです。6リットル入りで1998円なので、だいたいリッターあたり340円しないぐらいですかね。これが高いのか安いのかも全然わからんし、もしねおすすめの除草剤あったら教えてください。福岡もね今週から雨が結構続きますんで、これでね処理しとかないと草がもうビヤッと生えちゃうんで。続いて9点目の商品、こちらベーカリー新商品のミニクロドット2021年版です。去年に引き続きベーカリーの方で登場しているミニクロドットなんですけど、今年バージョンはストロベリー味が入って計4種類楽しめるようになってます。これが16個入りで998円なんですけど、今週クーポン出てまして200円オフぐらいになってました。レビュー動画の方では2020年版との比較や考察なんかもねしております。その動画の方で冷凍保存してますというところで終わってたんですけど、これがね冷凍庫から出したてほやほやのミニクロドットになります。別の動画でも一応紹介してるんですけど、この動画でもね改めまして、こんな感じでね冷凍庫から出すとカチカチの状態になってます。チョコの部分もクロワッサンの生地もしっかり固まってはいるんですけど、硬いのはこのチョコの部分だけで、クロワッサンの生地っていうのは結構ねザクッと簡単に刃が通りますので、凍った状態でも全然美味しく食べれます。常温だとこういう風にね指でつまんでるだけで生地がギューッと潰れてきちゃって、あと手がねベトベトになったりとかするんですけど、冷凍するとそういったことがないので、むしろ常温よりも冷凍状態で食べる方が僕は好きですね。冷えてる分甘さもね、結構感じにくくなってるんで、これが甘すぎて食べれないという方は冷凍して冷凍状態のまま食べることをおすすめします。これはねむしろ冷凍した方が本当食べやすいと思う。続いて10点目の商品、こちら久世福商店の牛乳と混ぜるいちごミルクの素。6月の1週目に購入した久世福商店のいちごミルクの素ですね。インスタとかでよく見かけたやつだったんで、ちょっと買ってみました。牛乳とか炭酸水とこのドリンクのベースを混ぜるだけで美味しいいちごドリンクができます。公式のオンラインショップにもこのサイズのね、やつあるんですけど、コストコの方がだいたい 30% ぐらいは安く買える感じですね。いちご牛乳、いちごミルク、ちょっと混ぜて飲んでみて。いちご牛乳の本当の味がする。本当の味がする。アイスとかにかけても美味しそうじゃないこれ。ねえ。はいや。何点やった？ごちそうさまでした。1万点。これ買ってすぐ一応動画出してるんですけど、その数日後ぐらいまでは あったんですよね。でもね、2週目になるともうこれなかった感じです。こういうドリンク系の商品って国内メーカーのものっていうのがね、今ない状態なんで、これが定着してくれるとすごいありがたいんですが、在庫なくなっちゃったんで、これがまた入荷するかっていうのは不明ですけど、もしね、定番商品になる可能性もあるんで、ちょっとねチェックしてみてください。入荷したら基本的にはコーヒーとかの並びにあると思います。それか目立つところですね、季節系の商品とかでボンと置いてあると思うんですが、そろそろみちょ以外にもね、こういう国内メーカーのドリンクで、なんかね選択肢が欲しいですよね。それでは最後11点目の商品、こちらです。フードコート新商品のダークチェリーサンデー2021年版です。6月のフードコートの新メニューですね。いちごソフトの代わりにこのダークチェリーサンデーが登場しております。北海道バージナルソフトにチェリーソースと、あとチェリーの果実がねポンポンポンって乗ってるんですけど、北海道バニラソフトって結構こってりな甘さあるんですけど、このダークチェリーのソースがちゃんとね酸っぱいんで、これがねほんと相性良くてすごく美味しいです。ただね、この時期のフードコートのこうデザート系の商品ってめちゃくちゃ溶けるんで、注意が必要です。であとこのサンデーのチェリーソースって結構たっぷり入れてくれてるんで、半分食べたら一回ねそこから一周ぐるっとやっといた方がいいです。レビュー動画の時にそれミスってて、普通に上から下にずっと食べてたら、最後の方チェリーソースがバニラソフトより多い状況が生まれてしまって、ちょっとねソースが多いと結構きついんですよね。なのでバランスよく混ぜて食べるようにしてください。ここ数年毎年この時期にこのダークチェリーサンデーっていうのはね登場してるんですけど、去年バージョン、その前のバージョンとかともね多分ね何も変わってないんですけど、美味しいんでぜひね試してみてください。このサンデーはソフトクリームより110円高くなっちゃうんですけど、それでもねやっぱり満足度は全然あると思います。350円とかで全然安いぐらいいいですね。ということで今回はコストコ購入品の6月1週目2週目編ということで11商品紹介しました。もしね皆さんのおすすめ商品ありましたら、是非コメントの方で教えてください。ちょうどね除草剤巻いて24時間経ちましたので、効果のほどをですね確かめていこうと思います。こちらが巻いてない方ですね。24時間経つとこんな感じになっております。めちゃめちゃ効いてますね。このタンポポ1個だけね、綺麗に、避けて巻いてたんですけど、これは生きてますね。この辺りねちょこちょこ緑の部分残ってますが、もう除草剤かかってる部分はバッチリ枯れております。ね、ガソリン入れたんですけど、リッター138円ですね。また上がってます。ガスステーションできて半年ぐらい今経ってんのかな、半年以上かな、7ヶ月8ヶ月ぐらい経ってて、最初ねできた時110円台ぐらいだった気がするんですけど、140円まもなくいっちゃいそうですね。で、ちなみに今のクーポンはブリポキ明太ソース100円オフのが出てます。はい、ということでね、パトロールしてきました。商品はね何も買ってこなかったんですけど、明日買い物しようからとなんか良さそうなね商品が4個5個あったので、またすぐ購入品まとめ動画出るかと思います。週の真ん中あたりかな。大体ね週末に購入品まとめ動画出すこと多いんですけど、今日月曜日なんですけどお客さんめちゃくちゃ多いです。相変わらず、まあ、昼のど真ん中なんで仕方ないんですけど、もうねこっち側の駐車場全部埋まってるんですよね。で、前編で紹介したホタテですね、ボイルベビーホタテは木曜まで一応出てましたんで、もしね買いたいなと思ってる方は木曜までにパトロールしてきてください。で、あとねずっと庭に、なんか物置みたいなのを置きたくてコストコの商品でなんかないかなって待ってたんですけど、ようやくケターっていうメーカーのね、まあ、プラスチック樹脂みたいな素材のキャビネットが出てたんで 12,800 円ぐらいかな。あれが一応なんか屋内用みたいな表示があったんですけど、ベランダの土間のスペースにねちょっと置きたいなと思ってます。あんまりね耐久性ないし東向きなんで直射日光午前中浴びちゃうんですけど、子供用のおもちゃとかベビーカーとかもう庭のところが散らかっちゃうし収納がないんでね、それ目的でちょっと使ってみようかなと考えてます。という感じで月曜パトロールのレポートでした。今回の動画は以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものをいろいろ紹介してますので、よければチャンネル登録して動画の方をチェックしていただけると嬉しいです。 Twitter、Instagram やってますのでそちらのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。